香川高等専門学校は、香川県に2009年10月1日に開校した、日本の国立高等専門学校。高専の高度化再編に伴い、2009年10月1日、高松工業高等専門学校と詫間電波工業高等専門学校が統合されて、香川高等専門学校となった。高松キャンパス所在地、香川県高松市直市町字尾山355番地詫間キャンパス、所在地、香川県三豊市詫間町高田551番地詫間キャンパスは、詫間電波高専時代から、ロボコン全国大会入賞常連校である。高専ロボコン2009男人カップルでは、通算4度目の優勝を果たした。また、2019年に開催された、全国大会でも優勝を果たしていて、通算5度の優勝は全国最多記録である。詫間キャンパスは第20回全国高専プログラミングコンテストの自由部門で文部科学大臣賞、最優秀賞、情報処理学会若手奨励賞を課題部門で特別賞を受賞した。2010年現在8年連続入賞中である。高松キャンパスは第22回全国高専プログラミングコンテストの課題部門で最優秀賞を受賞した。ありがとうございます。